こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、5G 世代について、いろんな、ね、ご不安があると思います。もう 5G ってのは始まりますよね。スマホの、通信速度が速くなるっていうふうに理解されている方もいると思いますけども、この 5G ってのは一体どんなものなのか、そして本当にね、危険なのか安全なのかってことを関心がある方多いと思います。なんかね、一言用情報ではですね、ヨーロッパの方では利用が制限されているとか、まあ、いろんなところでね、5G の導入は反対されてできなくなったよっていう情報もあると思いますけども、まあ、ここについてはね、実はまあ使われていることは使われているんですよ。 5G ってのは導入されているんですよ。ただ一般国民に開放するのはどうかなっていうことで、結局ですね、市民が使えるようにはまだなってないよってことなんですよ。これは反対団体の勢力もあると思いますし、単純に 4G 以下の業者の利権があって導入されてないってこともあります。例えばこれね、電気自動車ってありますよね。電気自動車の普及が遅れたのはエンジンとかガソリンっていう業界の圧力によってっていうところがあるわけなんですよね。それと考えると 5G もあまりにも便利すぎてスムーズに移行が行われないっていうところもあるわけなんですよ。まあ、そういうことも考えながらちょっとね、今日はお話していきたいなと思いますけども、まずは基本的に 5G を語る前に 4G、3G、2D、あと 1G ですよね。こういったものを理解しているかどうかってことがなければ全く 5G の話にはなんないんですよ。で、 5G ってのを理解しない、 4G 以下を理解してないと、もういろんな誤解が生じたりとかね、もう単なるスピリチュアル的な感覚論になってしまうんですよ。ですので、これ科学ですから、きちんとした積み上げをやって 5G っていうのがこういうふうにできているんだっていうふうに理解しないと何の話もできないんですよね。まあ、ですので 5G に対して嫌悪感を抱いている方とかね、好意的に見に行っている方、ちょっと話するともうすぐに話が行き詰まっちゃうんですよ。なぜなら、 5G が何でできたのかってことと 4G までの積み上げっていうところで全くね、理論構築されてないんですよね。簡単に申し上げますと、1G ってのは何のことを言ってるかっていうと、これアナログ通信のことなんですよね。これ分かってましたかね。 1G ってのがアナログ通信ですよってこと。これすらなんかね、話が通じないんで、じゃあ 2G、3G、4G なんて話もとてもできないんですよね。で、FDMA って言葉は聞かれたと思いますけども、これをね、やっぱり利用している電波帯だということなんですよね。で、この FDMA につきましては、詳しくやるとまた長くなりますんで、ちょっと今回お話ししとかない方がいいかなと思います。で、次なんですけども、2G ってのがありますよね。この 2G っていうのすら私たちは当時知らなかったわけなんですよ。今でこそ 3G とか 4G とか 5G って言いますけども、じゃあ 2G がね、この世の中に広まった時って、私たちは 2G っていうのを意識して、ガラケーっていうのを使ってたかなっていうと、そうではないと思うんですよね。 2G っていうのは TDMA っていうタイプですよね。聞いたことないですよね。でも 3G になってくると、さすがに、ね、聞いたことがあるような単語が並んでくると思うんですよ。例えば CDMA ってやつです。CDMA って何なのって聞いたことあるよって言うんだけど、これが3G のことなんですよ、単純に言うと。で、聞いたことあるようなないような感じでしょ。だからね、やっぱりね、分かってなかったってことなんですよ。CDMA っていうのは、符号分割多元、接続方式っていうんですけどね。もうね、私も覚えてないんで、ちょっとちらっと読みながらなんですけども、まあそういった形でね、やっぱり分かってないわけですよ。3G すら分かってないのに、4G は分かったみたいなことを言う人がいるんで、ちょっと困ったことに起きるわけなんですよね。で、今度は 4G、今使ってる 4G ってやつなんですけど、これはね、OFDM、ちょっと聞いたことないですよね。これモザイクのように電波を送っていくって形っていう風に、ね、表現されているんですよね。これ聞くとますます分かんなくなっちゃうんですけども、そのぐらい分かんないわけなんですよ。 4G までも 4G までも分かんないんだけども、 5G だけは分かってますよっていう人が結構いらっしゃるのが、どうしてなんだろうと思いますよね。因数分解の定理っていうのは、数字の1から9までっていうのを理解してない人が分かりますってなかなか言えないと思うんですよ。分数とかね、整数とかっていう概念を理解してない人は、因数分解とかね、それから難しい化学方程式とかっていうのに対して論ずることはなかなかできないと思うんですけども、5G に関しては分かってます。5G はこうなんですっていう人が出てくるのは、ものすごく面白い現象だなと思うんですよね。昔、カメラがありますよね。カメラが、日本に入ってきた時って確か明治時代だと思いますけども、真ん中に写った人はカメラを写真を写る時ね、写真機って言ってる時代なんですけども、カメラで写す時に3人並んで真ん中の人は魂を抜かれるよ、だから危険だよって言ってる方もいますよね。同じようなことを 5G の時代でも言ってるってことなんですよ。だからといって 5G が私はね、安全だとか危険だとかってここで決めてるわけじゃないんですよ。 5G の説明をただしてるだけですからね。じゃあ次、2020年になってきて 5G っていう時代がやってきました。これがね、どういうふうな呼び方をするかということなんですけども、これはね、ノーマっていうんですよ。5G っていうのは、どんな技術が、導入されて 5G って呼ぶようになったのって聞いて、私が聞いてもね、何なのそれって形になっちゃうんですよ。だからそういう方が論じてるんですよ、5G っていうのは。
で、5G で導入される技術っていうのは、NOMA っていうんですよね。NOMA っていうやつです。NOMA っていうものは何が行われてるかというと、非直行多元接続なんですよね。ね。だから、非直行多元接続って聞いたことあります？ 5G を論ずる人がこの概念すら知らないで話してるってことに、ちょっともうちょっと一からね、やっぱこう理論とか知識を積み上げていきましょうよってことになっちゃうわけですよね。で、NOMA ってのは何かっていうとね、ユーザーの位置によって電波の電力を変えることにより、電波を区別する方式なんですよ。まあ、ですんで、イメージとしてはね、強力な電波がボッカ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 来るような気がするんですけど、そうではないんですよ。そうではなくて、必要なところには必要な電力、必要ないところには必要ない電力、こういったものでね、強弱をつけて、必要なところ、例えば A さんにはそんなにね、強い電力がいらないから、強い電波帯がいらないから少しだけ渡しましょうと、 B さんっていうのはものすごく大きな企業であり組織であり、特別帯域なんで、そこには大きな電力とね、電波帯をドカーンと与えますよと。でもどちらにしても、ものすごく短い時間で伝わるんで、一瞬なんですよ。一瞬のビビッっていうね、電波なんですよね。で、今 4G とか 3G とか使われてる方、ものすごくね、効率の悪い電波使ってるんで、一つのデータを送るのにくる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 回ったりするでしょ。あれずっとね、電波がガン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 当たってる状態なんで、どちらかというとあっちの方が危ないって感覚を持った方がいいんですよ。危なくはないですけどね。だからね、ちょっとこうよくよく分かっていないとすごく誤解をするなってところと、私もね、だからここで分かりました、だから 5G はこうなんですって言ってることではないんですよ。私もまだね、ここでお話できるほどのことは分かりませんから。ただ 1G から 4G のことをしっかりと理解することによって、あ、こうやって一歩一歩 5G っていうものにたどり着いたんだ、そして 6G っていう次世代型のね、また通信、速度っていうのが、通信システムっていうのが構築されているのが今の時代なんだなと。そして最もね、 5G とか 4G とか 6G の影響を受けているのはその研究者ですかね。研究者が何年も何年も出勤しちゃ、その 5G なり 4G をね、こう操作しながら電波を浴びながらやってるわけですよ。で、その人たちがもし本当に影響あるんだったら死んでしまうよって話になりますけどね。まあ分かんないですけどね、まだまだね。こういった私たちは目に見えないものに対しては、目に見えない恐怖っていうのを抱きますし、目に見えないものに対して目に見えない期待っていうのも抱くんですよ。あとはね、本当にそれをどう捉えるかなんですよね。で、私がこうなってほしくないなっていうのは、 5G に関しましても他のことに関しましても、いろんなね、意見があるんですよ。自分の意見が正しいと信じるがあまり、他の人の意見を潰すような攻撃に入るようなことっていうのはあんまりするべきではないのかなと思います。自分がこういうふうに信じている、そして自分じゃない人は別の信じ方がある、それでいいじゃないですかって話なんですよ。無用の争いをするよりも、お互いのどこの考え方が違うのかってことをね、理解を深めることによって、まずはね、好意的に相手の考えとかね、他の人の考えっていうのを受け入れていくってことなんではないかなと思うんですよ。そうするとね、自分の考えが深まったり、逆に自分の考えの間違いに気づいたりするんで、前向きな検討ができるのかなと思いますよね。本当に今まで自分が信じたことを曲げたくないからっていうんで、感情的になったりね、正しい理論を受け付けなかったりとか、新しい考え方をすぐに却下したりとか、拒絶反応が起きたりっていうのはあまりいい考えではないかなと思います。私もね、やっぱり間違いもすごく多い人生だったと思います。まあ、仕事にしてもね、サラリーマンやってもダメ、事業をやってもダメ、お店をやってもダメ、これ全部自分が決めてやったことの否定の連続なんですよ。やったけどダメだったなみたいなね。それで今ここにね、来てますんで、ダメだったとかね、考え違いをしていたとか、そうではなかったことが分かったっていうのもね、一つ自分が一生懸命やってきたことの功績だと思うんですよね。まあちょっとね、いろいろとお話が2点3点しましたけども、今回の話をまとめるとね、5G に関しましてはもうすでに始まります。私たちの止めようがありません。だから危険だとかね、安全だとかいう議論よりも始めてしまうんですよ。始まってしまう。そして 5G ってのは一定のレベルで安全が担保されたものであると思います。もちろんね、安全が担保したやつが信じられないっていうふうな、そういうふうな言葉が出てくるんだったらもうどうしようもないですけども、まあね、私たち国民が賢く選択するってことが重要だと思うんですよ。 5G がどうしても嫌だったら、別に携帯電話なんて使わなくてもいいわけですからね。だから 5G 反対してる方は、スマホを解約して使わなければいいんではないかなと思います。で、自分だけがやめても周りの人がね、使ってるから関係ないよって方、確かにそうだと思いますけども、だからといって 5G 反対してる方が 5G のスマホを別に買う必要もないですしね、使わないって、糸電話とかね、固定電話の黒電話使っても全然いいわけですから、まあそこら辺がどうなるかですよね。 5G NG の方も 5G 最新のね、
iPhone とか買っちゃうのかなと思うとどうなんだろうなと思います。私はね、多少の危険があっても、最高の人生を選びたいと思いますので、新しいテクノロジーにはどんどん前向きに取り込んでいこうかなと思いますけどね。まあでもね、 5G やっぱり嫌だなと思ったら、5G の使われてない場所に移動することも考えております。まあ、今日は以上かなと思います。ちょっと雑談になりましたけどもね。以上でございます。失礼します。